ツー・ムーンズ・ツー・ムーンズは北米インディアン・シャイアン族の戦士。正式な名前はイシャイニシュスである。北部シャイアン族のキツネ戦士団の戦士の一人だった。父親はアリカラ族のキャリーズ・ザ・オッター。1870年代における平原部族の合衆国に対する抵抗戦で活躍した戦士。イシャイニシュスのバンドは1877年に合衆国に降伏し、 保留地への強制移住を受け入れた。イシャイニシュスは退屈な保留地生活を選ばず、かつての宿敵ネルソン・マイルズ将軍の下で、インディアン石膏を務めた。イシャイニシュスは、白人とうまく付き合えたので、マイルズの信頼を得、マイルズから北部シャイアン族インディアン保留地の大酋長に任命された。マイルズは保留地の指導者として、彼にこの役職を与えたが、 インディアン社会には部族を代表する大酋長というような指導者は存在しない。マイルズの考えとは別に、イシャイニシュスは酋長本来の調停役を務め、リトルクロー酋長たちのバンドのキーを取り出への投稿を呼びかけた。シャイアン族は合衆国によって部族を二つに分断され、片方がオクラホマへ強制移住させられた。この時代の堀内は、 外へ出ることを許されない強制収容所だった。この中、ダルナイフ州長とリトルウルフ州長は、オクラホマの保留地を脱走し、北の故郷へ絶望的な逃避行を行った。この後イシャイニシスは、白人からシャイアン族の代表に指名され、保留地条約に署名した。インディアン部族を合衆国に従わせるための政策だった部族施設団に招かれ、 何度かワシントン DC を訪れた。インディアンの文化を理解できない白人たちからは、マナーと礼儀にユニークな感覚を持った背の高い人物と評された。1914年にはウッドロー・ウィルソンが州国大統領と面会し、劣悪な保留地の状況について講義を行っていて、この後記念効果のモデルになった。 モンタナの高速道路212号線の脇に墓がある。ありがとうございます。